ジョージ・ゲイベンによる肖像画ダブリンのヘンリエッタ・ストリートにあるポンソンビーのタウンハウスジョン・ポンソンビーはアイルランド王国の政治家。ブラバゾン・ポンソンビーと一人目の妻サラ・マー・ゲッソンの次男として1713年3月29日に生まれた。兄に第2代ベスバラ伯爵ウィリアム・ポンソンビーがいる。1739年。 ニュータウナーズ選挙区の庶民委員議員ロバート・ジョスリンがアイルランド大法官に任命され議員を辞任するとその補欠選挙に出馬して当選を果たした。1742年に再入庁秘書になり、1744年には父の後を継いで再入庁長官に就任した。1745年ジャコバイト法規では真っ先に4個、騎兵中隊を召集。 後に第四大チェスターフィールド伯爵、フィリップス・スタンホープが国王ジョージ2世の代表としてボンソンビーの忠誠を称えた。1748年にアイルランド数密院の数密顧問官に任命され、1756年4月26日に全会一致でアイルランド庶民院議長に選出された。この時代ではアイルランド総督が毎年に 三ヶ月間しかアイルランドに滞在しないことが状態となっており、アイルランドの統治が、ボンソンビー家などいくつかの大家族に委ねられる状態が続いた。アイルランドにとって、この反独立状態は特に問題となることではなかったが、イングランドで任命され、副王といえる存在であるアイルランド総督にはそれを雑誌することができなかった。 そのため、第4代ベッドフォード公爵は大家族から独立して統治しようとし、第2代ノーサンバーランド伯爵は大家族の力をそごうとしたが、いずれも当時大家族の筆頭といえるジョンポンソンビーの権威を揺るがすに至らなかった。1761年、アーマーバラ選挙区とキルケニーカウンティ選挙区の両方で当選したが、キルケニーカウンティの代表となることを選んだ。 1767年に第四代、タウンゼンド子爵がアイルランド総督に任命されたことで状況が変わり始めた。彼は着任直後に議会で王党派の形成に不審し、翌年には八年議会法を通過させることに成功、大家族の権力を大きく揺るがした。ポンソンビーらはタウンゼンド子爵が通過しようとした金銭法案を否決することで応じたが、ポンソンビーは即座に、 再入庁長官を罷免され、さらに議会がタウンゼンド死者区への感謝動議を議決した。ポンソンビーは庶民委員議長として感謝動議をタウンゼンド死者区に提出する義務があったが、それをせずに庶民委員議長の辞任を選択した。議会から庶民委員議長を再任されることでタウンゼンド死者区への反撃に転じる思惑だったが、エドマンド・セックストン・ペリーが代わって当選したため、 思惑が外れ、1776年の選挙でも帰り咲きに失敗した。晩年でも議会への影響力を維持、アイルランド愛国党を支持するようになったが、1776年の議長選挙に敗北した以降はあまり活動的では、なくなり、指導者の座を息子ジョージに譲った。1787年8月16日に死去した。 1743年9月22日、エリザベス・キャベン・ディッシュと結婚、夏季の子女を設けた。ありがとうございます。